はい、どうもゆうたです。今回はちょっとミンカラとかでも結構やってる方いるんですけど、エンジンルーム内の排熱の加工ですね。ここの横のカバー分かりますかね。で、ここにちょっと穴を開けていって、で、そうするとここのフェンダーの中から空気が流れていって、で、ここにフェンダーのダクトがあると思うんですけど、これ実はなんかダミーみたいな感じで、ここ穴開いてないんですよ。貫通してないんで、ここから空気が結局出てきてないんで、まあ上のとこ開けてあげて、こう空気がこう流れてくる感じで、で、ここもちょっとカットして穴を開けてあげて、で、エンジンルーム内から熱をこのダクトから逃がすっていう感じの流れでちょっと作業していきたいと思います。まあ、こっちのエンジンルーム内とこのダクト側と両方やるとちょっと長くなりそうなんで、エンジンルーム側とダクト側でちょっと二部編成の動画にしようかなと思ってるんで、まずエンジンルーム側の方からちょっと動画撮っていきたいかなと思ってます。すげえなこれ。ブレーキパッドが、ダストが。じゃあちょっとまずエンジンルーム側からこれ取って、まず穴あけ加工から取っていきますね。じゃあ取っていきます。クリップが1個、2個、2個だけかな。危ない、しゃ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 、やばいなこれ。これはやばいぞ。まあ、後で撮ろう。取れましたね。で、取るとこんな感じで、このフェンダーの中から空間があるんで、こっからエンジンの排熱をフェンダーに持ってって、こっから出すという、そういう仕組みですね。はい、ちょっとじゃあこれ穴開けをしていきますね。これを、よし。じゃあちょっとカッターでもがっつりいっちゃおうかなって思ってます。切れてねえな。まあ正直これに穴開けなくてもこれごと取っちゃえばいいんじゃないのっていう話でもあるんですけど、一応まあ純正でこれがついてるってことはなんか意味があるんじゃないかっていうことで、一応これをつけたまんまで穴開けして、
まあゴミが入らないように一応金網みたいのを買ってきたんで、この穴に金網をつけちゃおっかなっていう感じですね。意外とこれ切れねえな。結構多分民からで見ると結構皆さんやってる方多分いると思うんで、ただ皆さんやっぱ動画とかなかなか上げてる方いらっしゃらないんで、まあ僕のが参考になるかわかんないですけど、こうやって動画でちょっとお伝えできたらと思ってます。皆さんやっぱ画像しかね、画像しかっていうのもあれですけど、画像しかまあ載っけてないんで、こうやってやり方を一からちょっと皆さんにお見せしたいですね。こっちも切っちゃいます。とりあえずこんな感じ。あともう一箇所ちょっと開けたいと思いますね。あとここ。こっちが一応奥のフェンダー側に近い方になるんで、でここの真下にちょうどあそこのダクトにつながる空洞ができてるんで、ここも開けます。感じですね。はい。でそこにちょっと金網をアルミの、ちょっとこういうやつを買ってきたんで、これをちょっとつけたいなと。これでもボンドでつけようと思ってるんですけど、これボンドでくっつくかな。つかなかったらもう縫うしかないな。こいつを裏からこう貼り合わせると、こんな感じ。こうすればゴミ入んないと思うんで、これですね、やっぱり。これで行きましょう。
はい。で、一応この穴に合わせて網を切ったんで、あとは留めていくなんです、だけなんですけど、ボンドでやろうと思ったらやっぱ全然つかなくて、もう、しょうがないんで、タッカーで留めようと思って、タッカー探してたら全然見当たらなくて、もう何年前に使ったんだっていうことで、ちょっと今ホームセンターにちゃっちゃっと行って買ってきましたんで、ちょっとタッカーで留めていきたいと思います。で、裏から留めると表が針の裏になっちゃうんで、みっともないんですけど、ちょっとまあ、しょうがないんで、ここ留めちゃいます。うん。貫通したけど、折れ曲がってないな、これ。裏が、まっすぐ飛び出てるだけやん。これで、折ってあげて、こんな感じ、ここに、見えにくいかもしれないですね。ちょっとこっちも止めてみよう。うん。こうやって刺さるけど、なんか後ろが折れてくんないですね。やっぱ後ろが硬くないと。まあこれは手で曲げちゃえばいいかな。これでこうやって止めればいいでしょう。こんな感じで。これさっき、ホチキスで試しに打ったら全然止まらなかったんで。あ、やばいこれ。あー、危ない。地道にこう手作業していくしかないですね。ちょっとこれが厚いのかもしれないですね。この生地が。まあでも止まんないことないんで、ちょっとこれで止めてっちゃおうと思います。あ、やばいこれ。危ねえ。すごい地道な作業になるな、これは。はい。で、今一応タッカーで全部打ち終わりました。こういう感じで。これで多分かなりちゃんと止まってるんで、取れるってことはないと思うんですけどね。で、表面がこんな感じで。まあ、裏から止めちゃったんで、裏がこういう感じにはなってるんですけど、まあ、別にいいかなって感じで、はい。こんな感じですね。で、反対側も同じようにちょっと、やっていきたいと思います。はい。はい。それじゃあ今、一応、加工が終わったとこなんで、これをつけていきますね。
な感じだったかな。一応、はい、ここのクリップとここのクリップで、奥はまあはめるだけで、これならね、ここから多分熱が出ていくんじゃないかな。こういうここの隙間からとかも流れていくとは思うんですけど、やっぱここにも穴開けた方が効率が上がると思うんで、はいはい、一応ね両サイドこれで付け終わりました。こんな感じですね。はい、こんな感じです。で次は一応ここから排熱してこのフェンダーの中を通っていって、次ここから出てくるんで、ちょっとここの次は穴開け加工の動画になります。ちょエンジンルーム編は以上になりますんで、はい、次の動画で、はい、終わります。